小野です。坂井です。さあ、行きましょう。質問。芸大デザイン科の色彩について質問です。近年の芸での色彩は描写力を問うモチーフ課題ばかりでイメージ課題は出題されない傾向にあります。私は以前のイメージ課題が出題されていた頃の合格参考作品のようなイラスト表現が好きです。 そこで質問なのですが。1、イラスト表現でモチーフ課題に挑むのは負け戦でしょうか ?2、リアルな描写能力が不十分な人は、日々の課題でイラスト表現にトライすることは避けた方が合格への近道なのでしょうか近年のお茶ゃの芸大デザイン合格者で、モチーフ課題をイラスト表現、部分的な仕様も含む、で合格した人っていますか はい、うん、おっとなるほどえっとじゃあ,じゃあはい一つずつ一つずつ、はい、答えていきますかね3つあるので 1>,、うん、1番目 1> イラスト表現でモチーフ課題に挑むのは負け戦でしょうかえっ、ー、とうん負け戦じゃないと思います 負け戦じゃない、うん、イラスト表現ありだと僕は思ってるんですけどイラスト表現っていうのがそ,そうなんですよどんな部類なのかなそれはね、えっと、か,ばかなり幅広いので、うんえっと、そこはちょっと、えっと、条件付きなんですけど、うんうん、なんかいわゆるその受験生が描写描写と言っているものとはちょっと違う、うん、なんか細い線とかでこう 書いてあったりとか,、うん、なんかそういうののことは僕はありだと思っていて、うん、あのなんか例えば実際に立体感があるものを、うん、あの全然立体感を無視したりとか、はい、なんかそういう方向になんかモチーフの特徴をバッサリ取っ払っていくような方向に、うん、あのイラスト化するようなものもあるので、うんうん、そういうのだと まあちょっと不利じゃないかなとは思いますけどしっかりとものを捉えていて、うん、あの描く力を感じさせるようなものであって、うん、だけどなんかただ見えたものをそのまま描いたというよりは少し画風を持ってるもの、うん、っていうのはあの全然負け戦じゃないいと思いますリアルな描写能力が不十分な人は日々の課題でイラスト表現にトライすることは避けたほう 合格へのの近道なのでしょうかうーんと避けなくてもいいんですけどあの別にどういう人が避けた方がいいとかじゃなくて、うんえっと、やっぱりリアルな描写能力が、まあ、ある程度ある人と、まあ、不十分な人っていうのがい,、うん、いるとしてその不十分な人は私はしっかり書いても大して書けないんだから。うん えっと、その力を磨いてもしょうがないっていう風に考えるのは良くないと僕は思ってて書く力は、えっと、書ける人書けない人問わず、うんえっと、ちゃんとあの真面目に磨いた方がいいと思うし、うんまあ、それ以外の魅力をあの作品の中に持っていこうとするのはあのすごく必要かもしれないけど、うん、その書く力だけでご利用しできるわけじゃないので、うん、その人は。うんうん、でも、えっと 各力でご利用しできないから各力をもう放棄するっていうんだと逆に難ししくなる気がますそうですねなんかこう私が得意なのはこのイラスト表現だからこれを伸ばしさえすればいいっていうのは単に確率を下げてるだけなような気がするんで準備いろんな準備をして合格の確率を上げていきたいんですよね。それをなんかこう キューってて <laughs> 狭めるるようなものに感じるんでそれはやめた方がいいいんじゃないかなかって、うんねうん、あとあのー、まあ割とそのいわゆる素直な描写表現っていうものが、えー、合うモチーフとイラスト表現と呼ばれてる表現が合うモチーフっていうのは結構モチーフによって少し相性っていうのがあってで、えっと、例えばその両方が一枚の絵の中にこう混ざってても全然いい作品ってあるんですよ。うん だから例えばモチーフが3つ出されて、うん、そのうち2つはそのイラスト表現で 1>,、うん、1つは割と自然な描写表現っていうような役割を1枚の絵の中に与えちゃって、うん、それでいい作品になっちゃってるみたいなのがあって、うん、それはそのこのモチーフはいわゆるイラスト表現じゃなくて普通に描いた方がいいなっていうふうに判断した人が本当はイラスト表現が好きで得意なんだけど、うん、全部イラスト表現にするよりも。 まあ,あ,のある一部分で描写をするっていうのはめちゃめちゃ得意でもないんだけどその描写を見せていくそう、ね、はいっていう判断がいい場合っていうのはありますよものとの相性なのでその出題ですよねそれを読まないで私の得意なことで勝負だみたいのは、うん、危険ですよねもうギャンブルですね、うん、そうなると。 それは出題の意図を汲み通らないことにつながりかねないので受かるかもしれないですけどねでももう本当に大きくてギャンブルするっていうんだったらいいけどちゃんと対応したいですよねそうですねはい3近年のお茶日の芸大デザイン合格者でモチーフ課題をイラスト表現部分的な詩を含む合格した人はいますかいますよいますかはい いますあのこれもだからイラスト表現というのが何をさすかによりますがですすでよ例えばちょっと前のちょっと前でもないなすごい最近のであの白い百合とサザエが出た年があるんですけどはい豪華な百合と生きたサザエ。はい あと針金だったかなが出された年があってそれの合格作例と芸大のウェブサイトに載ってるんですけどなんか割とゴリッと描写してる作品の中に何個かちょっとイラストっぽいなと僕から見てですけど思うものも入っていてそれのことを僕は見ていると今言ったんですけどそれを見てえっと この質問者さんがどう思う思かですね,そ,ですねそれをイラスト表現と見てくれるかかどうか <laughs> イラスト表現じゃないじゃないですかー <うん S 1> ってなったらおしまいですけど <laughs> <laughs> あのただちょっと普通に書いてる感じではなくて、うん、少しこう色面分割調になってたり簡略化されてるみたいな,なはい、うん、あとこうその色面の、えっとうん、エリアにこう細いあの線画がいっぱい入ってたりしてちょっとこう漫画チックというか、うん、そういう書き方をしてるんですけどでもまあかなりしっかり サザエを捉えてるんですけどね、うんはい、だからそういう表現はクオリティ高いで観察も感じるっていうふうに見なされたってことだと思うのであれを見てイラスト表現っぽいものというか、まあ、いわゆる普通の描写表現とは違うものっていうふうに僕は見ますけどどう見ますか、ね、<laughs> <laughs> ぜひ<見><あ>ぜひ芸大のデザイン科ですよね。はいはい、入試情報サイトじゃなくて デザイン化のサイ,トサイトを見るとそこにあるんで、はいはい、ぜひそれを参考にしていただければなと思います,そ,す、ね、そんなとこですかねうんはい、はい、<laughs> 今日は以上になりますそれではまた次回ですそんじゃねさようなら